今回はこのトミックスさんの JR の EF510 型コンテナ列車というものを買いましたので、ご紹介したいと思います。これは、EF510 型という電気機関車が古希5000かな、コンテナを積む台車にコンテナが乗ってるんですけれども、電気機関車と古希が2両なので、ここなだけだと全部で3両の貨物列車となります。といってもなかなかたった3両の貨物列車っていうのもちょっと味気ないので、タンク車などを足した、編成を作っています。作っている、まあつなげています。ところが実はこれにはまあ問題があります。これは、EF510 型の、機関車なんですけれども、ポイントを超えることができないですね。で、Nゲージを僕は始めたばっかりなので、よくわからないんですが、ちょっと自分なりに見てみました。で、素人ながら分かったことは、後ろ見てみますと、車軸が 1,2,3,4,5,6 6個ありますけれども、そのうちの真ん中の台車、この2つ両側2つの台車は電気を取ってモーターで駆動してるんですかね、こういう感じについてるんですけれども、真ん中は多分駆動とは電動とも関係なく駆動とも関係なく、こういう台車がそのままフリーな状態で、フリー、まあ自由継ぎ手の状態で台車がついてるんですけれども、この台車、問題は接地面圧がこの2つの両サイドの台車と同じではない、この説明で合ってんのかな、 Nゲージをよく知らないんで正しい表現は分かりませんけども、要はこの真ん中の台車が2つの台車に対して、高くて、こういうふうに見ると高くて自由度が、しかも上下にこういうふうに振れるんですね。多分想像するに、ここには本来バネがあって、この台車は下向きに、こう押し付けられて面圧を稼がなきゃいけないのに、全く面圧がないところがこれフリーに動いてる状況になってると思うんですね。この両台車が、このぐらいで面圧があるのに対して真ん中の台車はもうフリーで動いちゃうんですね。なんで多分想像するに、この台車自体は下向きにもうちょっとバネかなんかで押してあげないと、分岐を超える時にまず最初の台車は多分そのまま分岐を超えるでしょう。でもこの台車が多分分岐を超えられないんですね。こうあまりにもフリーな状態すぎるんで。でもしご存知の方がいたら教えてほしいんですけれども、これってこんな状態で売られてるものなんですかね。これはトミックスさんに聞くべきなんだろうと、まあ正確にはまあお店に聞くべきなんだろうと、販売してるお店に聞くべきなんだろうと思うんですけれども、
これは明らかに素人目にもおかしな仕様だと思います。ただこれが自分のこの個体に固有のものなのか、それともこんなものなのか、いかんせんその N ゲージっていうのを始めたばっかりで、これがなんでか、これ固有の問題なのか、それともこのシリーズの問題なのか、ちょっとよくわかりませんので、もしわかる方がいれば教えていただければ幸いです。最初は、スピードが遅いから、分岐を超えられないのかと思ってました。で、ちょっと待ってくださいね。こうやって見てみると、ここの分岐は最初、ちょっと戻しますと、これも最初こういうふうに行かせようと思ってました。この分岐を左に入らせる。でどうしてもここで脱線しちゃうんで、ああこれは左に入らせるようにこう直進方向から左に分岐させるので、それが抵抗になって、抵抗じゃないな、それが良くなくてこの機関車が脱線してるのかと思って、分岐をせずにっていうか、こうまっすぐ直進で行ける方に分岐をセットしても、まあ必ず脱線するんですね。でなぜかと思って考えて、よくよく素人ながら見てみると、多分想像するにこの真ん中の台車の面圧が足りてないというところなんで、まあ多分これはここにちょっと見えないんですけれども、バネが入ってないようにも見えるんですね。だからこれバネでも買ってくればそういうものを追加、バネは入ってるけど効いてないのかなっていうのを追加すればいいような気がします。というのが今回の EF510 のコンテナ列車というか、 EF510 にトミックスのっていうべきかな、 EF510 に関する、まあ、問題というか、うまくいかないところですね。これはよくわかんないんですけども、対策をしてうまく動くようになって、それをいつかお見せできればいいなと思っています。ちょっと記憶が間違ってて嘘ついてましたね。左に分岐させると機関車は、左に分岐させてまた右にの合わせると、機関車は分岐を超えられるんですけれども、直線で超えられない、分岐させないと直進だと超えられないという状況でしたね。これだとやっぱりちょっと都合が悪いので、多分真ん中の台車の面圧だと思うんです。真ん中の台車を下向きに押してあげれば大丈夫だと思うんですけれども、お店にも相談しながらちょっと対策を考えてみたいと思います。